やっていきまーす。意外とうまくでしょ。ここどこだよ。もう腹減って死にそうだよ俺。俺は今からどこに行けばいいんだ。俺クソほど腹減ってるから、まず飯をちょっと調達というか、この時期に混んで情けな店探すのが大変だな。俺は今日クリスマスっぽいものの空気はさらさらないから、中華食うぞ。めちゃめちゃ小籠包食うぞ。チャーハン祭りするぞ。中華街2駅ありますよ。マジマジ。こんばんは。ありがとうございます。横浜なんで私。あ、ご存知。ありがとうございます。ありがとうございます。またね。楽しんでください。はい、楽しみます。バイバイ。クリスマスだな。マスク取っていい？こんなのね。これです。うわすげえ。思ったより一瞬なんだな。じゃーん。中華街でございます。見つけましょうか、最高のお店を。本当に女子高生とカップルしかいねえや、マジで。あ、言い忘れてたけど、今日俺21時ぐらいにジャストカラオケ配信するんよ。ジャスにお土産も買っていかないと。何撮ってる？なんかみんなこれ撮ってんの。うわすごいじゃん。ここ入っていこうぜ。占いが並んでるけど、ちょっと待って、後だな。ちょっと待って、危ない。目移りするとこだった。ちょっとこれで見ませんが、待ち時間ないと入ります。やろう、パッとやろう。手相占いは後やろう。の前にちょっと飯だ。マジなおすすめってある人はちょっとウィスパー送ったりに。ニーハオ近いぞ。ニーハオに行け。お前ほんと騙してんじゃねえだろうな。まあ、ここで騙したら一生恨むからな。ん？あ、ニーハオだ。これだ。準備中やが。ちょっとカタカナも込みで、その振り仮名も込みでやってくんね。振り仮名が欲しい。こう中華街の店、マジで見ただけじゃわからないから。ローソンやん。お前ふざけんな、今やめろそういうの。ほんとお前のせいで始まるんだから、トリガーが死ねよ。何マンチンロー。わからん。俺の脳みそが腐ってるだけかもしれないから、一回調べさせて。ほんまにある。危ねえ。俺まだ腐ってなかった。ここでお前何ふざけたのねって言ってたら終わってたな。スタミジャパン終わってた。じゃあマンチンロー本店に向かいます。もう入れるとこで。いや俺は妥協しない。飯は普段からジャンク品を食べてたら、俺はここでそこら辺入っちゃうか。俺も普段ダイエットしてるんだ。今日は食べるぞ。今日はそう誓ってきてるんだ。黙っとけ。あるやん。何あれ、何やあれ、あれあれ、マンなのかな。珍道しかお前ら見てないだろ。何の珍道なのか大切なんだぞ。何珍道やこれ。違う珍じゃねえかこれ。ほら違うチンやろ明らかに。今ですか？今できますか？痛かったら教えてね。はい、疲れてると痛いでしょ。はい、これね。あ、痛い。そうなの？心配事あると痛いけど。あ、どうなんですか？足の裏と同じように手のひらにツボがあるので、押して痛いところをお兄さん疲れて。じゃあちょっとどんどん押してみてください。全部。高校症状、関東健康、食べ過ぎちゃったら飲み過ぎちゃったら。大丈夫。目の疲れてる。痛い。そこ目が疲れてる。これ点々ってつくから証拠が残るよね。あ、なるほど。痛い。腰痛ないけど痛い。でも痛い。たくさん歩いてる。最近散歩をよくする。痛いな。
肩もみしてくれるんですか。肩もみしてくれるの。はい、うん、痛い。それが痛い。雨なんだね、やっぱ雨なんだな。俺はこっちが痛いのはあれなんだけど、うん、これが痛い、痛いな。目がなんか本当に細かいことあるのかな。作業編集とか、あ、そういうのやってるんですよ、僕。はいはいはい。ああ、おさ、ちょっと。でもお兄さんが自分でエルメールで、私支えてるだけだから。いや、痛い。もう痛いのよね。あなたの頭の重みだから。これ？この痛み？そう、それ私がやってんじゃなくて、お兄さんが腹筋上向きから痛いんだって。なるほど。お兄さんが動いたのに、手を合わせてるだけで、頭の重みで痛いんだけど。これ何？違う、ここツボな、うん、あ、全部目だ。これ脳のストレスにいいですよ。あ、脳みそはちょっと弱いんでお願いします。よかったら300円です。300円。あ、じゃあ300円売り、買おうかな。あ、買うかどうかいいんだけど。いや、買いたい。これは1個何百円で、5個1500円で、6個はなぜか1400円下がる。じゃあこれ再1個もらいます。どの色がいいですか。これさっき知らん人たちからたくさんお金もらったんで、その分ちょっと2つもらいます。はい、赤もらえますね。ありがとうございます。もらいました、やってもらいました。これジャスのプレゼント、600円ですんだ。よかった。これかこれ違うわ。ちょっと待って、マジでややこしい。いろんな珍楼があって、ちょっとマジで珍楼まみれなんだけど。輝いてやがる。本物はやっぱちげえな。さっきまでのチンが偽物だってわかるもんな、これ見たら。ちょっと一回アポ取りしていきます。ダメでした。どんどん行こう。高級店は多分これ無理だ。次、お前ら結構詳しいやん、言って。チンチンボー、ヘイチンロー、ヘイチンロー、ヘイチンロー、さっき通った気がしたけどな。絶対たどり着いてやる。これはマジで全部嘘に聞こえる。これマジで森じゃなく片っ端から嘘に聞こえるからすごい。あと一応さっきから店教えてって言ってたけど、チン縛りしてないからね。予約してないんですか。行ってきますね。あ、本当ですか。ヘイチンロは空いてもね、もう満席。ダメ。広東飯店、なんか聞いたことあるな。これなんかさ、お前らがおすすめする店さ、店前に人がいねえんだけど、なんでな。違うよ、高級じゃないやつって言うたよね。ダメだった。いや、海鮮が入んなかった、あの店。またカジノやぞ。カジノ系ね。ちょっと行ってきますね。皆さんにサブスクライブやったりもらってるんで、フカヒレ五目あんかけチャーハン3200円っていいですか。すいません。フカヒレ入り五目あんかけチャーハン、フカヒレ五目あんかけチャーハンと小籠包。小籠包、はい、小籠包は4個入り、はい、あと北京ダック、はい、北京ダック、3つとかでいるんですか。はい、すみません細かいこと言っちゃった。はい、お願いします。一旦それで、あとウーロン茶お願いしていいですか。ウーロン茶、はい、お願いします。何飲んだらいいのか分かんねえよ。でも俺日本酒飲みたいけど、こういうところ来たら紹興酒がいいの。紹興酒って俺飲んだことないんだけど。確かに飲まないんですけど、なんか飲みやすいおすすめだったりとかあったりしますか。はい、5年が
かりました。じゃあそれのグラスください。はい。はい、お願いします。はい、お願いします。てかさ、俺今日現金ないんやけど。俺今日カードしかないけど大丈夫かな。はい、ありがとうございます。はい、これ何？これつけるで合ってるか？つけ。なんだ？もう大盛りだ。いけチャーハンって、なんか味が若干飽きがちなんだけど、一個一個の海鮮の具材がゴロゴロしてて、食うとこ食うとこ味が違うと飽きねえ。めっちゃうまい。はい、ありがとうございます。わお、初めて配信で10割に近いぐらい食べた。あ、でもこの前のチートデーのウーバーの日も結構行ったな。でもその時並みにお腹いっぱい。ありがとうございました。幸せでした。さて、この後の配信は、手相のお店を見つけると言っていましたが、この後カードが使えない可能性があります。そうなると、このお店から出られずにお皿洗いと、これでマッサージと約束の牛乳をいただきました。ありがとう、マジで。全然問題、全然問題。写真だけ撮ってこ。ありがとうございます。すいません。またね、ありがとう。もう一回寒い中、また。いえいえ。お願いします。じゃあまたね。はい、バイバイ。じゃあね。どうもどうも。マジで？マジで？ちゃんとじゃん。おい、嘘だろ？ありがとう、マジで。全然全然。いただきます。ありがとう。どこから来たんですか？仕事終わりで。あ、そこら辺で。はい。使います。めっちゃ嬉しい。いただきます。取りました、取りました。ありがとうございます。すみません、今のところまで。ありがとうね。はい、バイバイ。ありがとう。明らかに対応が違う。それはさ、しゃあなくね。そうありますね。嘘あるな。何が見てもらえる。ビデオ撮ってるんですけど、いいですか。いいですか。いいですか。はい、こんにちは。はい、こんにちは。ありがとうございます。はい、じゃあ今日は何がいいですか。どうしよう。これだとね、手相ですね。で、こっちになってくると、基本的にはタロットと
通人っていう形になってくるので、まあ、あの聞きたいことが何かあるのであればこっちからおすすめです。これね、手相は自分の持ってるあの可能性とか才能とか、これね、これやったら来年どうなるかとか分かる。あ、それ見れますよ。あ、じゃあこのポイントきっちり鑑定、はい、お願いします。はい、分かりました。特にここのポイント聞きたいですっていう何かありますか。いや、もう、今年はおみくじ引いた時に浅草のおみくじで引いたんですけど、今日だったんですよ。今日だったんですよ、ね、今日だったんですよ、はい、だから来年の自分の運勢っていうのが知りたくて。なるほど、はい、了解です。はい、お願いします。はい、じゃあそうしましたらこちらにですね、生年月日、はい、西暦で、はい、あとね、下のお名前だけでいいので教えていただけますか。はい、ゆうやって言います。ゆうやさん、はい、はい、ありがとうございます。はい、先にちょっとね、数字だけ出しちゃうのでちょっとお待ちください、ね、はい、お願いします。結構興味がすごいですね。好奇心旺盛な人ですね。お、そうなんですよ。うん、あのね、どんどん新しいことをね、チャレンジしていった方がね、運が開けるんですよ。本当ですか。そう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 。そういう年にしようかなっていう来年思ってたんで。あ、なるほど。1995、24、28、33、6。あ、で結構ね、完璧主義者で、一回やると結構しっかりと。こうなんてね、形になるまでがっちりやるタイプ。はい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 。その点ではちょっとね、頑固なところはありますけど、ね、頑固とも言えるんですね。うん、頑固なんだけどこだわりが結構強いからね。あ、こだわりが強いです、うん、そういうところはありません。2022年のね、数字出していきます。なんか今年今日だってね言ってましたけど、はい、あの本当になんか悪いことありました。いや、ちょっとあのインターネットで活動してるんですけど、はいはい、炎上しちゃって。あらあら、ちょっとそれが1個あったんで、あ、ちゃんと今日の年なんだなっていう。 あと、うんうん、ちょっと怪我もありました。あ、怪我もあった。はい、あのパンチングマシーンを殴ったんですけど、はいはい、あのその衝撃で手首が折れてしまいまして。あれ、そうなんですね。怪我もあったんですよね、うん、どっち側の手やれちゃいました。僕こっちの手やりました。右の手やりました、うんうんうん、そっか、右の手だとね、はい、ちょっとね、やりすぎだよっていうことをお知らせでね、怪我するときあるんですよ。なのでちょっと様子見た方がいいよねっていう年だったのは今日って言ってたんですけど、はい、実を言うと、あの来年ね、牛屋さんの持ってるその番号っていうのが、はい、イヤーナンバーって言うんですけど、6っていう数字になってます。僕のナンバー、そう、あの人によってね、年のね、番号が違うんですよ。で、来年だけってことですか。そう、来年は6、はい、で、再来年は7っていう形で、1年ずつこう加算されていくような形になるんですけど。あ、なるほど。うん、あの来年ね、2022年がこの6っていうところに入ります。はい、6に入ります。で、今年がね、5っていう数字だったんです。はい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 、今年がね、ここ2021年なんだけど、はい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 、こことはね、5って言って、実を言うとね、ここはね、見直しの年だったの。なるほどね。これね、これがこういう風にまっすぐ、はいはいはい、こっちもそうなんだけど、すごい、でも感性いいですよね。感性がいいですか。感性がいいの。あの芸術的感性がすごくいいんだ。芸術的感性がありますか。っていうか、そのなんていうのかな、無から有を生み出すっていうのかな。だからクリエイター気質っていう。あります、僕そういうところ、うん、そっちの方がね、向いてるんです、手のあれ見ても、はい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 、ね、やっぱりね、ここしっかりエロ線出てるんで、やっぱ感性いいんですよね。なるほど、エロ線。エロ線、ここの要はこの知能線なんですけど、やっぱ下向いてるんですよ。知能が下向いてる。知能線がね、こうやって下に向いてるわけ、はい、今のご結婚とかされてますか。結婚してないです。まだしてない。はい。おお、でも、え、もう、え、え、本当ですか？仏眼。うん、これ仏様の目っていうのね、これ。これ目みたいな形してるでしょ。はい。うん、これ仏眼って言います。で、これ自体がすごくね、記憶力がね、いいのもそうなんですけど、頭の回転すごく早いんです、はい。頭の回転早いって言われます。よく言われます。でしょ？はい。うん。ちょっと名刺だけもらっていいですか？どうぞどうぞ。いただきます。うん、いいですよ。これ持ってく？あ、持ってきます。持っていいですか。本当にメモ書きだけどね。はい、全然もらいます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。皆さんすごい本当感性いいし、あの頭使って仕事の方が絶対合ってるよ。びっくりした、マジで。じゃあね、2200円になるな。はい、ちょっと3000円取っといてください。ありがとうございます。はい、じゃあ頂戴、はい、頂戴します。じゃあ今度教えてください。やってるやつ。撮ってるってことは、そうですね、撮ってます、撮ってます。YouTuber さんですよね。はい、YouTuber でスタンミでやってるんで、カタカナでスタンミでやってるんで。スタンミで、ちょっと書いてくれる、はい、じゃあ、はい、後で行く。はい。うん、じゃあね、頑張って。はい、ありがとうございます。楽しんでいきましたね。助かりました。はい、ありがとうございました。応援してます。隣がじゃん、はい、隣がありがとうございます。もうね、ずっ
ずっとね、あ、なんか後ろで見てたんだって。ほらー、なんか写真だけ撮ったことある。あ、よかった、写真撮った。ほら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 、撮ってあげようか。仕込みか。これ誰か台本書いた？誰か書いた？で、俺からするとこういう散歩配信も新しいことのチャレンジだから、まあ、こういうことを増やしていこうと思ってたところで、あの占いだったからちょっと刺さっちゃったわね。ちょっと刺さっちゃったわな。まあ後でちょっとジャストカラオケ配信を何時間かして今日の配信終わりということになると思います。よろしく。いや、横浜中華街めっちゃ良かったな、マジで。メリークリスマス。今年は俺が誘っても一回もカラオケ行ってくれなかったね、角田に。いや、マジで。いや、ちゃうやん。いや、めっちゃ誘ってくれたけど、なんか行かないのがさ、行かないって言ってくれるのを待ってたでしょ、福田さんは。そこまでが一連の流れだったやん。山際の活動は一応あります。年が明けたら、何日かはまだあれなんだけど、やるんでよろしく、お楽しみに。横浜スタジアムの横浜スタジアムの夏ないじゃん。嵐かって、落ち着けや。